黒田中次郎黒田中次郎は、日本の詩人、俳人、三子とこうする。東京巣鴨に生まれる。大倉高等商業学校を卒業後、15銀行に勤務し、帝国銀行検査役となる。退職後は、各種の事業会社の社長を経て、永体信用組合上無理事に至る。銀行勤務の傍ら苦作に励み、文芸師、鉄心、いて、生活派などを主催。 最初は岩野方面に指示し、後に内藤作、水野洋州、和歌山牧水の指導を受ける。大正中期に雑誌、伊手により、詩としての俳句を提唱し、廃壇に新風を起こしたがその後は筆を断った。黒田が主張したのは、和歌や俳句にまつわる伝統的な価値を廃し、一様の詩としての価値を設定することであった。 したがって、詩と俳句と和歌の違いは死刑のみとされ、同列水準で論ぜられる。黒田の詩は、和歌俳句の手法を活かし文語の使用を避けない。それは、欧風文化に、風靡されていた詩団の自流から離れて古めかしい印象を与える。交流があった金子光春は、日本人的感情を、自然に、率直に流露させた黒田の詩を高く評価し、その詩風は、あるいは、 未来の日に生きるのではないかと考えていた。同時代の詩人である、大藤二郎が詩縮していた。ABC 金子光春、ほか、編集、日本詩人全集、第3巻草原文庫、1953年、241P。金子光春、ほか、編集、日本詩人全集、第3巻草原文庫、1953年、267P。 ありがとうございます。